はい、マクロクロスケです。4ヶ月前にね、種子島宇宙センターから打ち上げられたスリムですけども、順調に地球周回軌道に乗って、その後ですね、スイングバイというその引力を使って、地球周回から月周回に入って、で本当に計算通りに、目標地点に向かいました。で姿勢制御を行って着陸する予定だったんですけども、まあここまではね、本当にすごい精度で、着陸地点、この赤いポイントですね、向かってこう最終的には自動制御でどこが本当に安全なのか、きちんとした計画通りの場所なのか、こういう感じで後ろの脚、前の脚という風に設置して横向きに倒れる形で、軟着陸する予定でしたが、こういう感じですね。まあ、実際はですね、こういう感じに、ひっくり返ったような形で、軟着陸したみたいです。まあ、こういうその飛行経路、高度と方向が完全に公開されてます。一回高度を上げて、そこからホバーリングをして狙った場所へ確実に降りてってます。もう自動制御でなんか方向一生懸命変えて、ここで地表に降り立った形ですね。傾斜に降り転んと転がってしまいました。その転がる状況をちょっとお見せしますね。こんな感じでね、すごい難しいことをやろうとしてるんですよ。これが降りていく時の映像ですね。本当、ただね、なんか疑問なのはね、どうしてここに降りなきゃなかったのかなということなんですよね。さあ、こうなった原因をちょっと、探ってみましょう。なんでひっくり返ったのかね。はい、ここからはですね、僕のあくまでの想定ですけども、逆噴射して地表に近づいて後ろ足が着地しました。そしたらね、その反動でちょっと一回上に上がったんですね。で、運の悪いことに反動のその回転がまだ続いてまして、逆向きに転がってったんですよ。で、もうここになるとね、制御のしようがないですよね。で、結局太陽光パネルが一回下向きになりましたけども、幸いね、ダメージを受けることなく、まあひっくり返った状態で、ブースターの反対側が下になった形でそこで止まっちゃったということなんじゃないかなと思います。これが実際今止まってる状態ですからね、完全にそういう感じなんですよね。はい、これはですね、今年中に NASA が打ち上げようとしている月面探査船です。明らかにアポロ11号の月面着陸船を思い出させるような着陸の、脚を持ってますね。で、今現在作成中のようです。大きさかなりでかいです。で、重そうです。さすがやっぱり NASA のペイロードのある、ブースターロケットで打ち上げですね、ということです。なぜ今になって月なのか、各国争って月なのか、何か月にあるんでしょうかね。皆さんどう思いますか。
それじゃね、真っ黒黒助でした。またね。